これまで建設工事から発生する土砂は遠隔地に埋め立て処分されてきました。しかしこれら処分地は年々減少するとともに、その遠隔化も進み、処分地の確保はますます困難になってきています。さらにこれらの行為は自然環境への影響も大きく、循環型社会を構築していくためにも土質改良プラントによる土砂の再利用はますます重要になってきます。名古屋西部ソイルリサイクル株式会社は、建設工事から発生する掘削土などを再生資源として有効利用するとともに、自然環境の保全と公共工事の効率的な遂行に寄与することを目的としています。名古屋市や愛知県などの自治体と民間企業を含めた34団体の出資により、平成6年9月に設立されました。そして翌平成7年10月に現在の愛知県弥富市に土質改良プラントを建設し、操業を開始しました。明生ソイルの土質改良プラントは、総敷地面積約2万7700平方メートルで、その周囲に約3500平方メートルの緑地帯を確保しています。また振動、騒音、粉塵の防止にも十分対応できるよう、機械設備を建屋内に設置するとともに、雨天時でも操業可能な全天候型無公害プラントです。明生ソイルでは3種類の製品を製造しています。一つは掘削後の埋め戻しに使用する改良土です。二つ目は舗装の路盤材として使用する改良路盤材です。そして三つ目は盛り土に使用する調整土です。年間生産能力は改良土、改良路盤材、調整土を合わせて最大約30万トンです。それでは安定した高品質な製品を生み出すプラントの仕組みや製造工程をご紹介しましょう。道路工事や上下水道工事、河川工事などの際には大量の土砂や路盤材などが発生します。これらの発生土などはダンプトラックで明生ソイルへ運ばれます。明生ソイルの受付はドライブスルー方式で行うため、ダンプトラックの運転手が下車することなく手続きができます。また受付内にある場内監視カメラにより、搬入から搬出までのダンプトラックの移動状況を確認し、常に場内の安全管理を行っています。搬入された発生土などは搬入用計量機で計量された後、原材料ストックヤードに一旦貯蔵されます。また建設工事現場から発生土などを運んできたダンプトラックは、再資源化され製品に生まれ変わった改良土、改良路盤材、調整土を積んで建設工事現場に向かうため、空車運行の無駄が省かれ、経費節減や省エネルギーにも貢献しています。森林ピットです。土などで道路を汚さないために、ここでタイヤを洗浄します。ダンプトラックの出庫に際しては、搬出用計量機で計量しています。明生ソイルのプラントの最大の特徴は、自動運転システムを導入し、操作室からボタン操作で製造工程を切り替えることにより、3種類の製品を製造できることです。コンピューター制御と無人監視システムにより常時データを処理し、安定した高品質な製品を製造しています。それではここから3種類の製品の製造工程を見てみましょう。原材料ストックヤードに貯蔵されている発生土などは、ホイールローダーで原材料ホッパーへ投入されます。
そしてベルトコンベヤーにより混合棟にある設備に運ばれます。その中でグリズリと呼ばれる古い分け機で選別され、混入している300ミリ以上の大きなコンクリートなどの塊が排出されます。改良度や調整度を製造する場合は発生度を原材料とします。改良路盤材の場合は本来発生路盤材を原材料として製造しますが、現在は発生路盤材の搬入がほとんどないため発生度を原材料としています。改良路盤材を製造する場合は原材料とする発生度の重量に対し適正な採石比率となるよう再生採石定量供給ホッパーで自動調整しています。300ミリ未満の発生度はトロンメルと呼ばれる古い分け機に送られます。トロンメルではさらにおおむね100ミリ以上の塊が排出されます。グリスリで排出された300ミリ以上とトロンメルで排出された100ミリ以上の塊は別途自走式破砕機により破砕し、改良路盤材の原料となります。トロンメルで分別された100ミリ未満の発生度はスクリーン1で粒度50ミリ未満と50ミリ以上の発生度にふるい分けられ、粒度50ミリ未満の発生度は次の工程へ運ばれます。一方、粒度50ミリ以上の発生度はクラッシャー1で50ミリ未満に砕かれ、先ほどの工程の発生度と一緒になります。磁線機は要所要所に全体で3台設置してあり、針金などの金属類を取り除きます。さらに木片やゴミなどが混入されていればピッキングという工程の中で取り除きます。粒度50ミリ未満の発生度は土質を改良するため定量供給機で既石灰を加えます。既石灰を加えることで発生度に水和反応、ホゾラン反応、炭酸化反応、イオン交換反応などの化学反応が生じます。この化学反応により土の含水比が下がり発生度を暖流化させます。その結果土を締め固め土の強度を高めやすくします。発生度と既石灰はミキサー1によりまんべんなく混ぜ合わされます。ここまでは改良度、改良路盤材、調整度に共通の製造工程です。ここから改良度を製造する場合はスクリーン3により粒度25ミリ以下にふるい分けられて改良度となります。スクリーン3を通過できなかった粒度25ミリを超える発生度はクラッシャー2により粒度25ミリ以下に破砕され、再度ミキサ1、スクリーン3に戻され改良度になります。改良路盤材を製造する場合はミキサ1を通過した発生度および採石を2段式のスクリーン2に通すことで粒度40から13ミリの素粒分と13ミリ以下の細粒分に分けられます。分けられた素粒分および細粒分はそれぞれ別のベルトコンベヤーによって運ばれ、適正な粒度分布になるよう再び組み合わされて改良路盤材になります。スクリーン2を通過できなかった粒度40ミリ以上の発生度および採石はクラッシャー1に戻され再び破砕され、先ほどの工程により改良路盤材になります。調整度を製造する場合は改良路盤材の製造工程を利用します。発生度をおおむね50ミリ以下にし、既石灰を適切に配合することにより土の強度を高めた建設材料となります。それぞれ製造された製品はシャトル方式で投下され分けて貯蔵されます。その後
一定期間養生した後出荷されます。デジタルカメラでストックヤードにある原材料や製品を定期的に撮影し、3次元写真応用測量システムで画像解析を行うことにより、高い精度で在庫状況を把握しています。これらの製品は土質試験室で毎日粒度が適正かどうかの粒度分析、土の密度を調べる突き固め試験、土の強度を調べる CBR 試験など規格に基づいた厳しい試験を行っています。さらに外部の試験機関に委託し、ヒ素やフッ素、重金属の有無を調べる環境基準による土壌溶質試験や土壌含有量調査も行っています。このように明生ソイルでは様々な製品検査を行い、名古屋市や愛知県の品質基準に適合した優れた製品を製造しています。明生ソイルではこのようにして工事現場の発生土が地球に優しい土に生まれ変わるのです。明生ソイルの改良度は安定した強度を有し、粒度分布も良いため敷き慣らし、転圧が容易で効率の良い施工ができます。また明生ソイルの改良路盤材は再生採石と発生土の最適な噛み合わせを有しており、上層路盤として利用できます。特にこの改良路盤材は令和元年度に愛知県より循環型社会に適合した製品としてアイクル材の認定も受け、さらなる公共工事などへの使用が期待されています。さらに明生ソイルの調整度は必要な強度が出るように調整しており、盛土材として使用するには最適な製品です。このように明生ソイルから地球に優しい土が各地の工事現場に搬出されていくのです。またいつ起こるかもしれない大規模自然災害時にも、当社の製品が液状化対策や災害復旧事業に大いに役立つと考え、近隣市町村との災害時支援協定も締結するなど社会貢献活動も行っています。明生ソイルは地域の一員として地域とともに成長発展していきたいと考えています。明生ソイルでは再資源化され製品に生まれ変わった改良土、改良路盤材、調整土により循環型社会に適合した良質な製品を供給し、省資源、省エネルギーなどの環境保全に積極的に貢献していきたいと考えています。明生ソイルはさらなる品質改良、製品開発を通してお客様の多様なニーズに応えていくとともに、健全で恵み豊かな環境を将来の世代に引き継いでいけるよう、持続可能な社会の実現に向けたゆみない研究開発を続けてまいります。